業務連絡、ナナミンのファンレターの送付先が変更になります。白熊ナナミン。皆さんこんにちは、白熊ナナミンです。いつも動画をご覧くださり本当にありがとうございます。はい、ということでですね、あのサムネイルにも書いた通り、本日はお知らせの動画です。私白熊ななみんのファンレターの送付先が変わりますので、本日こちらで新しい送付先を発表いたします。あのなんでファンレターの送付先が変わったのかって言いますと、今まで約2年間ぐらいかな、 YouTuber 事務所のウームさんに私所属していて、そちらの住所をお借りしていたんですが、この度2022年7月1日よりウームを退所しまして、完全にフリーとしてやっていくということで、新しいファンレターの送付先になります。ということで、新しい住所はこちら。ででん。よかったらですね、こちらの画面をスクリーンショットとかしまして、メモしておいていただけたらと思います。ただお手紙だけでなく、プレゼントの送付も可能ですので、プレゼントもお待ちしております。今までにファンレターたくさんいただきまして、本当に毎日の活力、モチベーションにつながっています。皆さんいつも本当にありがとうございます。こちらの送付先なんですが、食べ物とか、生物系のものとすんごい大きいプレゼントっていうのは受け取りが不可となりますので、そちらはご了承お願いいたします。今までファンレターをね、読ませていただいた時に、ななみんさんからのお返事待ってますっていう風にいただいてたんですが、今までちょっとお返事かけていなかったんですね。すみません。でも全部読んでいましたので、で今度新しい住所になるのをきっかけに、少しずつお返事できたらいいなぁなんて思っておりまして、もしもお返事ご希望の方は、中に白熊ななみんの返送用の切手を入れていただけたら嬉しいなぁと思っています。はがきでね、簡単なお返事できたらいいなぁと思っているので、63円切手、もしかしたら今後値段が変わるなんてこともあるかもしれないんですが、今撮っている2022年6月末の段階で、はがきは63円切手ということなので、よかったら63円切手を中に同封していただけたらお返事しやすいです。お仕事が忙しすぎて返事ができないなんてこともあるかもしれないんですが、そちらはご了承お願いいたします。はい、ということで本日の動画はね、お知らせということだったので、ちょっと短めの動画でした。何度も言ってしまうんですが、皆さんからの手書きのファンレター、本当にすっごいやる気につながっていて、たくさんね保管してあるんですけど、見たりとかプレゼントを見てはよし今日も頑張ろうっていう風に思えているので、お気軽に送っていただけたらと思います。ということで本日の動画は、2022年7月1日よりななみんのファンレターの送付先変わりますという動画でした。2022年ももうね、後半ということで、また気合い入れていろんな活動を頑張っていきたいと思いますので、皆さんぜひ白熊ななみんの YouTube 引き続きご覧いただけたらと思います。それでは本日の動画はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。それでは以上、白熊ななみんでした。さようなら。